九州電力の池辺和弘社長が今日鹿児島を訪れ、仙台原発1、2号機の運転期間の延長を国の原子力規制委員会から認可されたことについて、塩田知事や薩摩川内市の田中市長に報告するとともに、県から出されていた要請書に対する回答書も提出しました。今朝、県庁を訪れた九州電力の池辺社長。今年7月に県から出されていた新たな検査手法の導入など、仙台原発をめぐる33項目の要請に対する回答書を塩田知事に手渡しました。再来年までに40年の運転期限を迎える仙台原発1、2号機について、国の原子力規制委員会は今月1日、九州電力による特別点検などを審査した結果、規定する基準に適合していることを確認したとして、運転期間の延長を認めました。これについて池辺社長は、九州電力にとって大きな一歩と塩田知事に説明しました。安全性の確保を大前提として、原子力発電所を最大限に活用していくという当社方針において、大きな一歩であると認識しています。また池辺社長は、県から出されていた要請書を踏まえ、県民の理解と安心につながるようコミュニケーションに取り組むと話しました。専門委員会の方で、また私どもから説明もさせていただきますけれども、そのようなことを通じて、鹿児島県の皆さんにご理解、深めていただきますように、ご理解をいただきますように、努力していきたいと、そういうふうに受け止めております。一方、塩田知事は、県の専門委員会での審議や県議会での議論を踏まえて、仙台原発運転延長についての県としての考え方を示す意向です。規制委員会における審査結果についての、その審査の内容、そしてまた規制委員会、九電に対する要請事項へのそれぞれの対応と、県議会での論議などを踏まえた上で、県としての考え方を整理をしていくと。その後、池辺社長は仙台原発が立地する薩摩川内市を訪れ、規制委員会による運転期間延長の認可や、県からの要請書に回答したことについて田中良次市長に報告しました。これに対して田中市長は、原発の安全な運転管理の徹底や市民への情報公開を要請するとともに、今後市議会の動向を見て自身も運転延長について態度を表明する意向を明らかにしました。この仙台原発の安全な運転管理のさらなる徹底とですね、市民の皆様に対する情報公開、丁寧な説明をしてくださいということは、これまでも申し上げておりましたし、本日もまた強く要請したところです。仙台原発の運転場に代わる市議会の審議状況、意見判断を重視していく考え方です。60年という長期にわたる運転が可能になった仙台原発なんですが、 VTR にもあったように、塩田知事、そして地元の田中市長が運転延長に関してどのような考えを示すのか注目です。